テレビ東京系列のドラマ、港商事、コインランドリーに、通称、みなしようが、超特急の草川拓海を主演に迎えて制作されており、その第9話が30日に放送される予定だ。このドラマは、無料 B 漫画サイト、ジーンピクシブで連載中の漫画作品、港商事、コインランドリーを原作とし、缶詰沢氏が連載、椿ゆず氏が原作を手掛けている。話題の BL 漫画を実写化した、この作品は、古びたコインランドリー、港商事の管理人で、荒さの男子、港明、通称、港、演じるのは草川拓海と、イケメンな男子高校生、勝木慎太郎、通称、慎、演じるのは、西垣拓海の恋愛模様を描いている。シーズン2では、二人のまっすぐでピュアなやりとりは、そのままに、大人の恋に踏み込んだ後の展開が描かれる。物語は、港と慎の関係が、どのように進展していくのか、視聴者の気持ちを高めている。第9話のあらすじは、以下の通りである。港、草川拓海は、慎、西垣拓海に、誕生日に、何をプレゼントしたいか尋ねるが、港以外に欲しいものはないと断られてしまう。港は一人で頭を悩ませるが、最終的にどのようなプレゼントを選ぶのだろうか。一方、アスカ、奥智也は、もしで、A 判定を取ったら、ヒイラギ、東洋友と、デトする役、束をしていた。しかし、ついにその模試の結果が、民飛行の手元に届く。緊張しながら、結果を確認するアスカだが、果てたしてその結果やいかに。模試の結果やアスカとヒイラギのデートの行方はどうなるのか、視聴者は、放送を楽しみに待ち望んでいることだろう。